平日の夜7時、更新ゴムアスリートパーク仙台に姿を現した一人の女性。仙台市在住の大渕めありさん、46歳。高校生と中学生2人の子供を育てる母親です。家族のも作ってて、この時間帯に出してもらうにはそう、やっぱりそれが条件ではないですけど。やることはやると。はい。この日も家のことを済ませてからのトレーニング。早速準備を整え、トラックへと繰り出します。38ぐらいだったと思うんですけど、ダイエット目的というか、友達に誘われて、最初はいいって断ってたんですけど、じゃあちょっと走ってみようかなが、だんだん。40歳を目前に走り始めたという大渕さんですが、今やトップランナー。今年挑んだ東京マラソンでは、なんと日本人7位に食い込み、アスリートとして注目される存在となりました。自分は記録を今は目指しながら走ってる。40代後半でもまだまだ記録は伸びると大渕さん。今年の仙台国際ハーフは推薦招待での出場。練習にも熱が入ります。伸びなくなるまではとりあえず一生懸命頑張って記録結果を求めたいなと思って、招待もしていただいているので、ベスト記録に近いタイムでは走りたいなとは思っているんです。